はい、下げすぎな新潟市の飲酒相場。今回はね、発泡酒です。はい、アサヒのスマートオフ。50% オフのコラーゲンが 2000mg 配合です。アルコール度数 5%。また言ったっけ。アサヒ、本生ドラフト比の、糖質 50% オフと。なってます。見た感じだとね、これね、アルコール度数入ってなさそうなんですけど、ちゃんと入ってるということでね。原材料が、麦芽とホップと大麦と大麦エキスとスターチと糖類とコラーゲンと、ペプチドと酵母エキス。となってます。それでは飲んでいきましょう。なんか見た感じすっげえまずそうだな。今日のつまみは、カラムーチョの特選ホットチリ味。あ、硬い。なんだこれ。なんか、変わった、形の。結構硬い。じゃあ、乾杯。これも糖類入ってたか。なんか甘いなと思ったんだよ。これも糖類入ってるんで、なんか甘いんですよね。うわぁ。甘うまくねえな、これも。なんか、変な甘さというか、甘い。で、全く関係ないんですけど、先ほどですね、俺ガムを噛みながら、眠いなと思って、ちょっと寝たんですけど、3時間ぐらい寝たんですよ。3時間ちゃうな。1時間寝ようと思ってるんですけど、夜中10時から、ちょっと1時間寝ようと思って、11時に目覚ましセットしたんですけど、まあ普通に今は2時ぐらいに起きたんで、4時間ぐらい寝たのか。そしたらですね、ガムがね、口の中に入ってたんですが、たまに飲み込むことがあって、まあ飲み込まなかったんですけど、なんとですね、すっげえなんか、溶けたっていうか、なんかね、ガムがね、なんか、ぐちゃぐちゃになってなんか、溶けたみたいな感じ。なんていうのかな。もう噛んでも、なんか粉々になった感じなんですよ。で、噛んでも、一つにまとまんなくなったっていうか。うん。うん、なんかそんな感じ。になりましたね。ガムも溶けるんかな。まあ、ちなみにガム食いながら、こういうの。ポテチとか食べると、溶けます。油分。これ結構知ってる人いるんじゃないかな。なくなる。すごい。
ガムがね、あの油分に溶けちゃって、もう一緒にこうやって噛むと、みるみるうちになくなるんですよね。結構面白いけど、なんか、ガムを食べてるっていうか、ガムが結局液体になってるのは多分なんか、溶けてるってことは、なんか、ガムって本来口の中に、まあ、入るもんじゃないじゃないですか。飲み込むものじゃないから、なんか飲み込んでるような感じがして嫌なんですよね。アサヒか。アサヒビール。あれ？あれ、アサヒビールのドライプレミアムって、ギフト限定？あ、初仕込みプレミアムってやつが、あの、確かギフト限定だったんだよね。あれ、俺飲んだんだったっけな？忘れたな。このドライプレミアムシリーズも多すぎてわけわかんなくなってきたね。で、濃厚熟成仕立てっていうのもあるみたいですね。これ多分飲んでないな。ギフトセット限定って書いてある。多分これも今度普通に販売されるとは思いますんでね。ドライプレミアム。もういろいろ出たよな。なんか紫のも。あれ、俺紫のやつ飲んだんだったっけな。記憶にねえな。なんか。キリンのさ、なんだっけ、あれに似てるよね。キリンのあの、コンビニのさ、あれみたいに乱発してるよね。ドライプレミアムシリーズ。あ、そうそう。アサヒの黒生が、出荷を終了させていただきましたってなってるんで、今度ね、もしかしたら売ってるかもしんないんで、俺が行ってる酒屋が。今度それ手に入ったら、ちょっとし、あの、あれやるわ。パーティーやるわ、パーティー。手に入ったらですけど。黒生が終了。なんで。最後のね。あの、ただ飲むだけのやつね。あと、朝日のオリオンの夏一番が、出荷を終了させていただきましたってなってるね。もともとこれ夏限定じゃない。製造終了した。でも本当は朝日黒生めちゃくちゃうまかったんだよな。なんで？まあ何軒も来たの多分、結局売れないからってことですよね。だいたい置いてる店少なすぎたもんな、これ。朝日黒生、本当に置いてる店少なかった。どこ行っても置いてないもん。なぜか。まあ、っていうことは結局は売れてなかったってことでしょうね。
残念なこと。かといって朝日スタウトもどこも売ってねえしな。むしろこれの方が激レアだよな。朝日スタウトなんて売ってるとこ一つもねえよ。まだ製造してんのかよ、これっていうレベル。うまいんだけどね。値段も高いしね。しかも 334ml 瓶のみって。缶も売ってない。大瓶も売ってないって。そもそも売ってないって。そもそもがして売ってない。売ってないのパラダイス。せめて売っててほしいよね。美味しいんだからさ。コク、甘み、香り。これは買わなくていいな。24、22です。ご視聴ありがとうございました。